1924年パリオリンピックに出場し、男子400メートルで金メダルを獲得した。その後彼は、プロテスタントの宣教師として中国に渡る。彼の活躍は映画、炎のランナーに描写された。リデルは、スコットランドの宣教師の息子として中国の天津で誕生した。1908年、彼は学校に通うため母国であるスコットランドに戻る。 こととなる。リデルと兄は中国にいた両親とは一年のうちに3回程度ほんの数週間しか会えなかった。1920年にリデルはエディンバラ大学に進学した。ここで彼の陸上選手としての才能が大きく開花し成長する。彼は陸上だけでなくラグビーの選手としても活躍し、スコットランドの代表として7つの国際大会に 出場する。リデルは1924年パリオリンピックの陸上競技の短距離の英国代表に選出された。しかし彼は敬虔なクリスチャンであったため、日曜日に行われる予定の100メートルへの出場を拒否する。競技予定は大会の数ヶ月前から明らかになっていたため、オリンピックまで400メートルの練習を行った。400メートルは、 以前から得意であったが、それでも、彼の金メダルは全く予想されていなかった。しかし予想に反し、リデルは、アメリカのホレーショフィッチラを、おろし金メダルを獲得した。しかも47.6秒の記録は、世界新記録であった。数日前には200メートルにも出場し、銅メダルを獲得しており、二つ目のメダルであった。 1925年に大学を卒業した後、両親と同じ宣教師として中国の天津に渡る。1932年に聖職者に命じられる。1934年にカナダ人の宣教師と結婚する。1931年に満州事変が勃発。中国は外国人にとって極めて危険な場所となる。 1941年には英国より中国から退避する要う勧告がなされる。リデルは妻と3人の娘をカナダに帰国させ、本人だけ中国に残ることとした。1943年にリデルは日本軍によって抑留される。1945年三島省の某の収容所で脳腫瘍のためこの世を去った。ありがとうございます。